フェニルヒドラジンは有機化合物でヒドラジンの誘導体の一つ。しばしば PHNHNH2 と表記される。フェニルヒドラジンの結晶系は単写症であるが室温付近では黄色液体となり空気にさらすことで暗赤色へと変化する。エタノール、ジエチルエーテル、クロロホルム、ベンゼンには可用であるが水には難容である。 モノアミン酸加工素素外薬としても知られている。塩酸の存在下でアニリンをアショウ酸ナトリウムで酸化し、ジアゾニウム腫を得る。続いて水酸化ナトリウムの存在下でアリウ酸ナトリウムを用いて還元するとフェニルヒドラジンを得ることができる。アニリンを原料とするフェニルヒドラジンの合成フェニルヒドラジンはエミール・フィッシャーにより1875年に報告された。 ヒドラ人誘導体の中では最も早い報告例であった。この報告では、ジアゾニウムシオアリューサンジオで還元している。フィッシャーは、フェニルヒドラ人を、糖類のアルデヒド元と反応させ、糖の構造決定に利用した。またヒドラ人類の基本的物性についても同時に報告がなされており、ヒドラ人類の物性解明に大いに役立った化合物となった。フェニルヒドラ人は、 インドール類の合成中間体となる。以前は、担当の生成を容易にするために、フェニルヒドラジンを担当の混合物と反応させフェニルヒドラゾンを形成させた後に、各担当ごとに生成することもあった。曝露により、接触皮膚炎や急性溶血性貧血、肝臓や腎臓への悪影響が報告されている。アッコジーにおける発言性評価では、 A3 に分類されている。ありがとうございます。